スーツ着て出てくるんですけど、みんなずっと笑ってるんですよ。あれ、そうしたのかな。うん、で、全然撮影が進まないっていう。<笑>,笑っちゃってですか。はい、なんか僕普通にスーツ着てるだけなんですけど、それがすごい面白かったみたいで。続編を作るなら、誰が主役で、どんなストーリーがいいかと。あの、裏の話になるんですけど、はい、あの、何話だったっけな、途中、まあ二十何話か、十何話かで、えーはい、えー、内海の日常。 を描かれる予定ではあったんですよ。れあれだあ死ぬ前。あ、そうか。十十三話か四話。健生さんに打たれる前 <laughs>、はい。はいはいはい。そのオチの日常みた。あ、オチじゃない。うつみ。ただの。オチじゃないじゃん。うつみの日常会っていうのがあったっぽくて、なんかこう起きて、あの特定の場所に置いてある眼鏡を取って、でこうスーツ着て家に。 出て仕事して帰ってきてみたいな、はい、日常を垂れ流そうという案があったみたいなんですけど、はい、それがちょっとボツになっちゃって,してそうですよね,ねでそれをなんか幻の,、はい、あのアナザーストーリーみたいな感じでやってほしいなっていうのはありますすねーーいかかがで,すかでゆくゆくあのスティックを完成させてほしいですよね。そうで,すねいやでも僕、はい、今の話初めて聞いたんで。えそうなんですかはい 結構現場ではなんかこうそういう噂になってたよワンクル目ぐらいの時からもう多分みんな知ってたと思う日常やるかも宇都美奈央みたいなえ、俺が退場した前する前あらあら？いや私もやっぱあの宇都美さんの日常は気になってたんですけどちょっと今言われちゃったのでやっぱあの カジャマ姿が可愛い玄徳の日常かないやもうさ十分もう俺おもちゃとしてね扱われてたから <laughs> もういいでしょもう <laughs> なんか2022年に「仮面ライダー忍び」がなんかもしかしたらやるかもしれないみたいな噂ありますよね。なんかそれあれあ <laughs> 私じゃんと思っていや私忍者なのであれと思って本当にやるんだったらって思ってだからあの2022年のスケジュールは開けとくのでお願いしよう結構先だよやりますよ本物の忍者なんであと3年後ってことそうですよ4年3年後それまでじゃ分身の術ぐらい覚えとかないとねちょっと海外とか行きたいですね海外ビルドインラスベガスみたいな ビルドインラスベガスでハングオーバーで。